変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。表現象の研究なんてウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味が。おっとっと探検家として興味ないわけがなかろうよ。私の出番ね。今の力を試すにはうってつけだな。効かねえなら切るまでだ。悪くねえ。ただみんなの役に立って暴れるぞ。トナカイだからって舐めるなよ。ヤバそうな敵だな。危なそうなら俺も手を貸す。相手にとって不足なし。俺の仲間邪魔だ。キャプテンウソップの一撃ど真ん中だ。みんな怪我は行くぞ。どけ。俺だって強く。俺はまだまだ力が戻ってきたな。やった。クソジジイの蹴りに近づいたか。私の予報は百発百中。必要な力なら。私の出番ね。変わった装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは浜で降ってきた凍った雷も何か関係あんのか。そうね、無関係ではなさそうね。じゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。こ、怖え。